今日の御言葉、マルコの福音書14章22節から26節。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆、その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。まことにあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。ここの聖書箇所は今現在教会で行われている聖餐式の原型となった場所です。最後の晩餐の時、イエス様と十二弟子たちは食事を共にして、最後にパンとブドウを一緒に飲まれました。そのパンはイエス様の体を、ブドウ酒はイエス様の血を表していました。つまりこれは、これからイエス様は十字架にかけられて殺されることを象徴していました。そしてまたそれはイエス様という捧げ物によって人間の罪が完璧に許されることを示していました。文字通り、この後イエス様は十字架にかかって死なれます。そのたっとい捧げ物によって人間の罪が完璧に許されました。もはや私たちは地獄に行くことはありません。イエスを信じる者は永遠の天国に行くことができます。この罪の許し、それに伴う永遠の命を記念して行われるのが聖餐式です。イエス様が来られるまでは、人間は自分の罪を許していただくために動物の血を何回も何回も何回も捧げなければいけませんでした。しかしその動物の血では人間の罪を完璧に許すことはできませんでした。しかしイエス様がご自身を捧げ物とされたので、私たちの罪は完璧に許されました。もはや罪のために捧げられる生贄は必要ありません。だからこそイエス様は、神の国で新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありませんとおっしゃられたんです。贖いは完了したんです。罪の許しは完了したんです。私たちはこの聖餐の時にパンとブドウ酒を飲むことによってイエス様の体とイエス様の血を体に入れることによって、この罪の許しをもう一度思い出すことができます。自分が救われてるんだという確信を得ることができます。もし今日この時教会から離れていて、主の聖餐から外れている人、遠のいている人がいるんでしたら、ぜひとも教会に戻って聖餐式を共に行いましょう。イエス様が何をしてくださったのか、自分はどうなっているのか、それを再び思い出すことができます。オールフォージーサス。